お元気ですか？ 何ニコニコしてんだよね。まあとりあえずもう、途中経過、まだですね、先日挙げた面接の結果は届いておりません。 今日はもう、日本がドイツに勝った、次の日、翌日です。翌日でいいのかな？木曜日です。面接金曜日、もうすぐ1週間ですね。返事が遅いのはいいことなんでしょうか、悪いことなんでしょうか。 私はいいことなんだと思って、前向きに待ちたいと思います。はい、とりあえずは中間報告でした。いや、今日木曜日はね、天気がすごくいいんですけど、ちょっと風もある。まあ石神井公園ですけど、紅葉とかも撮影をね続けてたんですよ。結果がね、まあ夜にでもメールが来てとかさ、可能性があるんで、昼とかに写真撮って夕方来たら、まあ報告動画にしようかなと思ってたんですけど、来なかったんで 全部動画ボツにしてあるんですけど、まあ写真はあるんで見てください。曇りの日とかね、雨の日とか、昨日雨だったんですよね。あんまりやっぱ雨うまく撮れなかったね。ちょっといろいろと工夫をしてみたんですけど、まだまだ修行しなければいけません。雨のしっとり感といい感じ出したいなと思ったんだけど、それはどうでもいいか。はい。いろいろと不安な点とかね、お悩みもあったりすると思うんですけど、本当にその時にね、写真っていいですよ。それかいって。おすすめです。本当に私にとっての今の写真は、本当に精神安定剤でしかないです。これのおかげで、気違いピエロにならずに済んでるんじゃないかなって思ってるんですけども、それぐらいですね。フィルムカメラって別に1万円ぐらい買えるでしょ。 1万円高い、厳しい。 今の僕には厳しい。 はい、っていう感じですんで、なんか楽しくなるようにね、楽しく就職活動ができるように頑張りましょう。じゃあちょっと写真撮ってきます。はい、それでですね、今日のお道具は、ちょっと長いのに持ってきました。今日は天気もいいんで、これで150、600で、はい、いつもの首から吊る下げるやつで行ってみたいと思います。それでは、綺麗だよね。ちょっと曇りがちだけど、ちょうどいい感じかな。明るさは取れそうです。うわ、あそこ綺麗。ちょっとあそこ結構遠いよ。150、600でちょっと最初に撮ってみます。見えないっすよね、フレアで。ちょっとこれ撮っていきましょう。
堪能しました。1時間半ぐらいかな、もうちょっとやっちゃったかな。本当はですね、もう夕暮れまで追っていたいんですけど、実はですね、かわいいかわいいワンちゃんを、飼ってないですよ、まあ、預かることになりまして、なりまして、ね、まあ、もう1週間プラスになってるんですけども、今ちょっとピーちゃんね見てくれてます。いや、ワンちゃんいるとやっぱ外出もなかなかしづらいっすね。あのまだね、あのちっちゃいんですよ。4ヶ月ぐらいなんですよね。でももう全然、あの犬素人の私から見ると全然大人犬みたいに見えるんですけど、うわこれいいっすね、これ、あここいいじゃない、どういうこと、この秋っぽいし、うわーマジか。ここね朝日がいいから朝来る。ちょっと今はダメだね。はい、ということで、プノって言います。プノ、パピプペポノ、何ぬねのです。プノくん、男の子。いや、あのプノくんのところにですね戻るべく頑張ります。あのプノくんにも癒されてます。あの就職浪人中あのペットもいいですけどね、でもペットもカメラもあの本気出したら金かかるもんね。あのそこ悩みどころですけど、あペットは無理よ、ペットはね、ペットは無理、ペットはもう今回プノ君預かってもう絶対飼えないっていうことが分かりました。もともと別にあのペット好きとかね、犬が飼いたいとかそういう思考もない人間なんで、あの改めてですねあのルークパパすごいなと思ってるし、あのペット飼ってる人たちすごいなって本当に、はい、尊敬します。はい、あのでもかわいいっす、めちゃめちゃかわいいですね。参りました。はい、ということで、それでは今日は、あれ、なんじゃない、はい、それでは